餌を食べさせるためには100週間後に巨大化するペットたち、こんにちは、ゼロマルです。土曜日はシルバーアロワの武蔵。こちら神優さんという方からいただいたダトニオという魚なのですが、この子かなり警戒心が高いんです。ずっとこうやって隠れてます。餌を落としてもなかなか食べてくれないのですが、ここでクイズ。ダトニオが餌を食べる条件があるのですが、それは何でしょう。今回は選択肢なし。それではシンキングタイムスタート。答えは測定の後ということで、第98週目の測定いきましょう。まず武蔵から、先週の 51.7cm の線から一つも伸びておらず、ステイプラスマイナス 0cm。 さて、古文の計測、銀も先週の 50.6cm から同じように測りましたが、ステイプラスマイナス 0cm でした。さあ、ここまで来てしまいました。まあ伸びなくてもいいかな。元気で最後まで走り抜けてくれ。それではクイズの答え、正解は、水槽のライトを消してリビングの電気をつけて水槽の中央に出てきているタイミングに合わせて餌を落とすでした。簡単だったね。いろいろ試してこの方法を見つけ出しました。みんなも飼育している魚が餌を食べないときは環境をいろいろ変えてみるのも試してみてね。次は火曜日、ケズメリクガメのたわしを測定していきます。お楽しみに。バイバイ。またまた更新遅れてます。すいません。